参りました。どんなものを買ったか見てみましょう。猛烈に寒くなってきましたけれどもね。これは、この中敷きで。この2014年の夏っていうのは、今回ね、アメツーリング。長年使った、非常に多かったですね。長靴がついに、まあ、というのはね、アベノミクス。長靴を新調しました。うまくいかんかったっていうんですか、その、まあ、GDP がいまいち良くなかったっていう、自民党の挙げてるね、こういうの要因の一つに。今回週末ごとに雨やったっていうのがありましたね。ぐっと短めのブーツ、ね、言われてみたらそうですね。俺がなんとかこうオートバイ出して走らせてる時、カッパがこの雨考えたら多かったですよ。じゃないかなっていう関係あるんですね。関係なんですけど、初めて短い、僕には関係ないんですね。雨でもずっと出てましたんでね。夏の雨なんていうのはね、大したことないです。寒くないですからね、何ら問題ないと思う。ただね、オートバイのあとの洗車がね、少しちょっとあの面倒になるかなっていうくらいで、それ言うほど問題じゃないですね。ゆっくり走ればいいんですから。でね、こういう感じでね、またあの画像出てるのはね、新しい長靴を買ったんです。前まで履いてた長靴、何年ぐらい履きましたでしょうか。10年履いたか履いたか分かりませんけどね、今回はちょっとハーフパイプのやつにして、ね、やっぱりね、ぴったりしたやつ履いた方がいいんですか。足をスコーンと入れて、必ずワンサイズ大きいサイズの長靴を履くんですね。歩く時とかっていうのはね、やっぱりぴったりしたやつがいいんですけれども、このカッパのね、長靴っていうのは、カッパと長靴とかっていうのはね、脱ぎ着のしやすさっていうのはものすごくあのでかい要素です。雨がパッと降ってきても、雨やなと、普通はね、嫌だなって、ね、うわ雨かと思うんですよ。俺思わないんですね。これなぜなら、後ろの箱にカッパと長靴とハンドルカバーが入ってるからなんですね。雨降ってきたら、ポタポタポタと降ってきたらですね、傍らにパッと止めてですね、ブーツを脱いでここにストーンと足を入れていくんですよ。その瞬間、いかなる雨でも水たまりを歩いても濡れないんですね。次はね、通気性とかまで考えなくて、完璧なる防水性能っていうやつですよ。やっぱりね、買ってきました。ブーツにね、やっぱブーツカバーをするっていうのがね、まあいいんでしょうけどね、僕はねこの長靴派ですね。雨が降る間はこの長靴でしのぐと。で先にね、あのプラスチックの パッドっていうんですかね、安全靴仕様のやつだと、チェンジを入れるときにね、非常に楽ですので、ブーツと履き替えるとね、チェンジのタイミングが、ね、0.0 何秒微妙に来るってね、最初の何回かはね、シフトミスをしますけれどもね、まあすぐに慣れます、ね。雨の時の長靴で、これ、ね、あのカッパも新しく買いました。ね、このカッパはね、これ3着目です。この銘柄のねカッパ、まあ、江南で売ってるね、なんか3プロソリッドレインスーツ、これ3着目なんです。毎日ほぼね365日ある中のね、361日ぐらいオートバイに乗ってね、移動しているあの雪江城愛用のカッパなんですね。まあ、ちょっと彼女にね、あのそのレビューっていうんですか、このカッパのいいとこ悪いとこ聞いてみたんですけどね、彼女がね、その分析してね、いろんなこと喋ってくれるっていうね、そういうことはねありません。A を、終わりです。 A からまた次のやつを買う。彼女はこれを着とってね、ちょっと防水性が、悪くなってきたりよれてきたりするとね、新しい同じやつを買い直すんですね。結局問題がないからってことなんですね。で僕もねこれを借りて、出雲までね走った時はこれを借りていたんですけれども、まあ最終的にね、あのそのズボンの方はね濡れましたけれどもね、まあいけるなってことですね。本当はね、あの1万円とかねぐらいかけてね、あの本当のいいカッパっていうね、オートバイ用のね、バチッとしたやつが欲しいところなんですけどもね、なかなかカッパに1万円って出せないもんですね。でズボンっていうのはね、あの下の方ね、これはねもういかなるカッパでも結局水は染みてきます。染みてくるんですね。で、ね、水がね染みないカッパがあるんです。これはねホームセンターに行ってね、華やかなカッパコーナーのところのね、あの横にね、あの試着用の見本もないようなね、
なんかこう、なんかそれこそね、肉体労働用、農業用みたいなね、あのゴム引きのカッパがありますからね、もうあの何ですか、繊維になんかこう撥水加工してるんじゃなくてですね、なんかもうゴムカッパみたいなね、こうくたっとしたやつがありますからね、それを買ってください。これはね完全防水です。僕もね、通勤の時はね、そういうあの完全防水カッパを買ってね、ずっと使ってました。この完全防水カッパはね、あのかっこよい衣装とかね、ポッケがついてたりとか、袖がなんかこう、なんか一番下のところが絞れたりとか、そういうのは、そういうあのギミックとかね一切ありません。もうズドーンとした、ズドーンとしたそのズボン型でしか売ってません。これはねすごい防水性能です。通勤で僕これ履いてる時はね、職場に着くと、どうしたかというとですね、洗車用のホースをね引っ張ってきてですね、その洗車用のホースを最強の水の勢いにして、突然、自分の体にかけ始めるんですよ。あのホースの入り口を絞ってね、あの強烈な勢いにした水を自分にかけ始めるんですよ。あの必ずあのこの他にねこう出勤してくる人たちに見たら何事かと思うシーンです。まあ、突然気が狂ったんではないかというね、感じがしますよ。自分の体に水をバーッとかけ始めると、それね、結局そのゴールした時にやっぱりその 雨粒とかね、車の跳ね上げとかね、車内ですからね、一気にねカッパのまま流してもうそのままお掃除しちゃうわけですよ。そうするとで、干してやると、その状態で脱いで、長靴プラス農業用カッパっていうのはね、この技が、使えるんですね。洗濯もクソもないんですよ。もうあの水で自分をこっかっとかけてやればいいんですね。ランボー1みたいな感じでね、あの時は僕あの本当もうつくづくあのこれが最強だなと思ってたんですね。まあしかしね、これは通勤でね、行けることであって、例えばね6時間走り続けるとか、5時間20分かかったとかいうツーリングで、あの農業用カッパはねやっぱちょっとあの通気性ゼロですのでね、まあ、微妙に苦しいところがあります。まあね、今回ねそのカッパを新調して、ブーツも、あのブーツ安全靴、安全長靴買ったんですけどね、今こう画像で出てくるねホームセンターね、江南って書いてますけど、あの江南で揃えたねオートバイグッオートバイ用品っていうのがね、よくよく考えてみるとあのかなりありますね。本当にね、前も言いましたけど、そのワークマンとか島村とかね、あの江南でなんとかしてる男ですね。なんかねこう中国ね、中華人民共和国のね、あの人民服みたいな感じでね、あのその辺のこの華やぎとかね、あのこう粋なね、その伊達なとかね、その歌舞伎なとかいうのはねでもないですね。その辺のはね、あの不得意分野だから他の人に任してね、もう俺はねもうそういう人民服的な軍用服的なやつでねいいです。もうあのそっちの方でいいですね。そういう心はもう失いましたね。ちょっとね、20何歳の時にもね、あのブラッシュカラーって言うんですかね、あの昔あの例えば RGB ガンマにねこうしましま模様がついてるやつとかね、ホンダのね CBR とかね、あの VFR にこうペンキをベーッとこう流したようなあんなカラーのついたやつがその流行りましたけどね、これねなんかいまいちね、なんかこうあれにこうわいいなと一度も思わなかったですね。もう真っ黒とかね、なんかね真っ青とかね、そういうのをこう選んでしまいますね。まあ、つまらないんでしょうね、あのそういうところね。でこう華やいだ気持ちがないっていうことが自分でよくわかります。でね、これはね、琵琶湖ですね。でこれは三方湖、この三方湖かな。
iPhone の中の、画像を削除するためにね付け足してるんですよ。ハンドルカバーも新調しましたよ今回はね。初めてネオプレーン製っていうのをね買ってみたんですけど、2000円ぐらいしましたけどね、まあ果たしてどう活躍してくれるか分かりませんけど、カッパと長靴とハンドルカバーを新調したっていう話でしたね。グローブもね980円で買いました。これもねネオプレーン製っていうのを買ってみました。ネオプレーン製っていうのはウェットスーツの素材にも使われてるらしいんですけど、物をね人と持ってないのでね、いっぺんちょっと試しにやってみようかということでね買ってみましたけどね、まあ、つまりそういうのをね揃えてるっていうことは、まだどっか行こうとしてるってことですね。シーズンもねオートバイシーズンではないですけれども、誰も乗りたがらないね、まあ、もうそういう時にこそわざとにね、オートバイで行くと、なかなかその体験できなかったその面白いもんっていうのは必ずあるっていうことでね、しんどいですけれどもね、それに見合ったものが必ず出てくるのが、ツーリングですね。一番いいシーズン季節に走れませんでしたのでね、もしくは仕方ないですからね、これも真冬ツーリングっていうのはね、いろんな工夫してねまた俺はやろうと思ってますよ。それこそねまたねカイロとかね湯たんぽとかねいっぱいでねいっぱいそういうのが出てくるね、怪しげな寒中体感ツーリングですね。体感っていうかね寒さには耐えませんけどね、対策して走ります。そんなのかな。